どうもサラマッチョです。どうもモンスタージャパン味川雅人です。今日なんですがモンスタージャパンにお邪魔しております、はい、約1ヶ月ぶりですかね。そうですね、はい。今日なんですけど、まあ、私の格好を見ていただいたら分かると思うんですが、はい、いつもと違ってもうトレーニングするぞっていう格好だと思うんです、ね、今日本気モード入ってますねサラマッチョさん。はい、本気です。で本来であればね、ちょっとベンチとかやってやりたいのはあるんですけど、はいはいはい、前回も挑戦しましたしね、まあはい、今やっても、はい、ブレーンってなって潰れたって終わるのはもう目に見えてるんで、ちょっと同じような動画になってしまう可能性があるってことですか。そうです、はい、なんで今日はもうベンチはやらずに、はい、真面目にトレーニングをします。はい、で今日なんですが、肩のトレーニング、はい、いわゆるショルチュレですね。ショルチュレ、はい、はい、ショルチュレをやっていこうと思うんですが、はい、実際に、まあ、味川さんがショルチュレをやるなら、はい、自分はこうやってるぞ、やってたぞとかね、はいはいはい、今やってるぞっていうようなメニューで、はい、それを経験していきたい。はい、僕がじゃあ一番その肩トレでこの種目、この順番、この内容でやった時は一番肩大きくなりましたよっていうような内容を今日はちょっとやってみましょうか。まさにそれ、それがやりたいです、はい、もうあの本当にリアルをお届けしたいです、はいはい、もう動画用とかもいらないんで、はい、もう本当にやってたことを、はい、やってる順序でそのままじゃあ、はい、今日は伝授していきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。では、1種目目は、はい、何をしてますか。1種目目、一番僕が肩トレでおすすめするメニューナンバーワン、これがダンベルショルダープレスですね。ダンベルショルダープレス。で、今日もサラマッチョさんにはダンベルショルダープレスを、1種目目やっていってもらいます。はい、で、昔ここの店舗じゃなくてもう一個前の店舗の時にモンスタージャパンでやった時に確か40キロまで挑戦してたはずですよね。はい、私40キロやったことあります。はい、で今日ももちろんその40キロやっぱり前できてた重量を返すっていうのは今もやっぱできてないとおかしいし、むしろ超えるぐらいの気持ちでやってもらいたいんで、はい、前40キロで何レップできてましたっけ。4回できてましたね。4回で今日やっぱやるからにはあれだってもう1年もっと前か。そうですね、もっと2年ぐらい前、かなり前なるんで、まあ2年経ってるんでまさかこう落ちてるってことはないと思うんで今日やるからにはやっぱり5レップ以上、40キロのダンベルショルダー5レップ以上狙って、はい、まず1種目やっていきます。で、はい、一応ダンベルショルダー3セットする予定ですけども、まあちょっと1セット目の回数次第ではちょっと2セット目3セット目重量落としてもいいかなと思うんで、はい、まず1セット目40キロでしっかり回数狙ってやっていきたいと思います。わかりました。味川さんおっしゃってましたもんね、はい、現状維持は後退である。あ、そう、はい、現状維持イコールもそれはね、むしろ衰えていると思った方がいいと思います。そうっす、はい、ダメだとちゃんと伸びないと。じゃあまず最初は10キロでいきます。はい、このぐらいね。よしよしよし、 OKOK、 いいですね。では第2アップ20キロ、はい、参ります。よしですね、動きもスムーズですね、はい、任せてください。第3アップ30キロ、はい、いきます。ジムとベンチが違うじゃないですか、はいはいはい、こういう感じかっていう感じですね。ベンチが変わると変わりますもんね、はい、背もたれの角度も微妙に違うかもしれないし、はい、肩幅がちゃうかったらね、これ持たれた時のクッションの感じも変わってきますもんね。なんでちょっと一回ね、35ここに行けるかどうかってちょっと挟みましょうか。挟みますで、はい、はい、じゃあそしたら、ダンベルショルダープレスの、なんですか、オンザに、まあ、このスタートポジションまで持っていく方法の、僕なりのポイントが何個かあるので、ちょっとそれも説明していきます。オンザニーのコツを今から教えてもらいます。はい。で、僕は基本的に70キロでやってるんですよね、ダンベルショルダープレスは。はい、で、重たい重量でやるときのポイントは、あくまでももう、軽い重量でやるときは、あんまり今のやり方はやらなくていいんですけど、重たい重量でやるときになかなか自分で持っていけないときのポイント、これもサラマットさんも多分3年ぐらい前から説明してるんですけども、はい、またおさらいで説明していきます。まずダンベルを、膝の上に乗せるんですけども、こう立てた状態で乗せてください。でこのときになるべく、ダンベルは太もものこの付け根側に乗せるんじゃなくて、なるべくこの膝側に乗せるようにしてください、はい、先っちょ、はい、
でこの理由はやっぱりこう蹴り上げた時に太ももの付け根にダンベルがあるとなかなか蹴った時にダンベルがうまく上に上がらないのでなるべく膝の方にダンベルを乗せるのが一つポイント。あともう一つは、ベンチを最初はあえてちょっと浅く座っておくんですよね。でこの理由はベンチをこう深く座っておくともう背もたれがすぐ来てしまってなかなかちょっと勢いがつけづらくなってしまうんでなるべくちょっと気持ち浅めに最初座っていきます。だから要はこんだけ寝転がるスペースができるんですよね。だから、はい、いわゆるちょっとインクラインダンベルプレスっぽい状態になるんで、はい、この状態だったらスタートポジションまで持っていきやすくなるんですよね。でこの状態で、しっかり勢いをつけて蹴りやすい方の足から蹴って蹴ってでこの状態のままやったらまだインクラインのままになっててやってる最中にどん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 こうやって前に滑り落ちそうになるんでここまで持ってきたら瞬時にパッて深く後ろに座り直してこの状態が完成したらやり始めるような感じですね。なるほど。では35キロいきます、はい、40キロ。まあまあこっからまあ5キロずつなんで30で今の感じだったら怪しいけど、まあ一応35、はい、あとちょっと上がるだけなんでまあチャレンジしてみましょう。チャレンジしていきましょうか。はい、この40キロの1セット目はどうしましょうか。まあ自分で何回できるか挑戦したいんでもう補助はなしでいきます。そうですね、もう補助なしでもう最初こうあーってなってて、はい、もう上がんなかったらもう下ろします。わかりました。はい、もう補助一切なしで。補助一切なしで。あとあの前回4回できてたんです。前回というか、はい、何年前かに4回できてたんで、はい、これ自分でいけないっていうことはもうそれはもうその時点でもうパワーダウンしてますね。はい、退化してるっていうことでね、はい、よっしゃ久々に40キロやってやりましょうかね、はい、よしなるほどなるほど。これを昔上げてたのか、ね、本当によし。この時点でまず重いと思ったらできないですね。この時点でやっぱ軽いと思う。躊躇しちゃダメだぞ。よし。よっしゃ。オッケー。よし。いける。えい。1。えい。2。えい。3。えい。ああ。弱くなってますね。これは退化してるっていうことでよろしいですね。いやー 2年トレーニング頑張ってたけどやっぱちょっと弱くなってます。せっかくなんで35キロ、はい、回数決めますか、はい、回数決めるというかこれは超えるっていうところ決めていきましょうか、はい、40で3回やったんですもんね今、はい、なので35になるんでまあ10回は超えたいですね。わかりました、はい、お任せください。10回以上いきましょうか。35筋トレ7年ぐらいやってるんですよ。もう舐めてもらっちゃ困りますよ。ちょっと笑ってましたけどね。いきまーす、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。またいけそうですね。10発35で11発やから OK じゃないですか。いいんじゃないですか。目標達成ですね。よっしゃ。ちょっと休憩しっかりとって、はい、次のセットももう一回この35でいきましょうか。そうですね。で次もちょっと10回狙っていきますか。わかりました。10回目標でいきましょうか。いきます。ますか。どうしましょうかね。そうですね。ここでまた次行きましょうか。はい。
これで1種目目、はい、ダンベルショルダープレス終了です。そうです。はい、それでは2種目目、もう2種目目はもうこの風貌からして何をするかっていうのは大体予想がつきますけども、何でしょう、スミスマシンのバックプレス。バックプレス、はい、きます。で、1種目目にあったダンベルショルダープレスでは、まあ、丁寧にやるとかあまり考えずに結構こう乱暴に重量と回数のみを求めて、効かすことを全く求めずにやってたような感じ で、はい、で今からやる2種目目のスミスマシンバックプレスはどちらかというと効かせる方をちょっと重視したいな。おー、味川さんも効かせるっていうのはちゃんとやってたね。一応やっぱやってます。はいはい、もちろんどっちを優先するかって言われたらやっぱりダンベルショルダープレスを優先するんですけど、なかなかそれだけで終わりっていうわけにもいかないので、ちょっとこういった丁寧にやるような種目も取り入れてます。でこの種目はバックプレスなんで、やっぱり肩関節が硬い人とか肩が悪い人なんかはやっぱ下ろすと痛かったりするんですよね。はい、だから一回ちょっとバーだけでやってみてもらって、で下ろした時に肩がやっぱりこう激痛が走ったり深く下りない状態やったら無理してやらないでください。その場合はもうフロントプレスでもいいかなと思います。はい、ただまあまあ大体の人はできると思うんで、僕でもできるので、はい、でバックプレスは、基本的に、重量そこまで重たいのは扱わずにちょっとレップ数を多めにきます。20レップぐらいをちょっと狙って、お、はい、20レップで、でインターバルも大体1分ぐらい、ちょっと短いインターバルでやっていきます。はいはい、で幅は肩幅よりももちろん広めに握ります。ちょっとワイド気味かな、ワイド気味で握って、この状態で頭ベンチにつけてしまうと後ろに下がらないんで頭浮かしといて、はい、この状態で下ろしていきます。はい、でもし前に鏡があるんやったら下ろした時に大体この耳の上あたりにバーが来るような深さまで下ろせたら十分かなと思います。はい、これ以上浅かったらちょっと浅いかなと思ってください。だから耳の上でちょっとバーが触れるかかるぐらい鏡越しで見て、はい、ぐらいがベストかなと思います。でそれ以上深く下ろせる人は下ろしてもいいと思うんですけど、まあちょっとあんまり深く下ろしすぎても肩に負担かかってしまうので、はい、この肩の関節の部分に、まあ、耳ぐらい深く下ろしても耳たぶぐらいの深さまでで十分かなと思います。それでは、はい、バックプレスいきましょう。はい、私もうこれほぼ初めてなんですけど、こういう感じですね。確かにね、フロントだとちょっと胸も使っちゃうのかなっていう感じあったりするんですけど、これ結構ダイレクトっていう感じですね。そうですね、肩にこうダイレクト乗る感じがするし、しかもスミスマシンでやってるから負荷もなんか抜けへん感じがするんですよね。すでに負荷が乗っかってる感覚が分かりやすいですね。そうですね、インターバルあと30秒しかありません。果たして大丈夫なのでしょうか。It's time! よし、2セット目いきましょう。はい、いきますか。こう抜きましょう。このインターバル1分とかいうの久々で楽しいですよ、これ。タイム測りながらすることあんまないですもんね、普通の時間やったらね。そうですよ、ストップウォッチなんて使わないです。タイム It's time! いきましょう。ちょっともう一セットだけ、もう一セットありますよ。はい、1回のこうやって
電気屋さんの前になってっかい立ててもらいます。はい、ラストタイム来ましたね。よし、行きましょうか。妥協しちゃダメですよ。って言いながら今休んでますけどね。よし、行きましょう。はい、こっちか、こっちか、こっちかな。終了です。軽は痛い、軽は痛いですよ。でもこれいいですね、これ効きますね。はい、次もちょっとまたこのスリーズマシーンを使って、次はケーブルか、次はケーブルでやっていきます、はい、次は3種目目になりますね。で、はい、前半プレス系2種目しっかりやり込んで、今からレイズ系の種目に入るんですけども、ダンベル系の種目でレイズやることは多いんですけど、ちょっと僕は今日はあえてこれケーブルでやっていきます、はい、でケーブルでレイズ系の種目いきます、はい、でこのケーブル、この機械が確かサラマッチさんに今書いてる準備があるって言ったので、はい、これをクロス状にこうやって握っていきます、はい、でこのクロス状に握って結構後ろまで下がります。この辺ぐらいまで下がります、はい、腕をまっすぐピンって伸ばしても、この黒いチョコ同士が当たらないと、これはあまり前に進むと当たってしまうので、はい、当たらないようにこの辺ぐらいまでしっかり下がります。なるほど。この状態でこの斜め下から斜め上に向かって上げていきます、はい、この状態で上げる、結構万歳ぐらいまで、万歳ぐらい、この辺ぐらいまでしっかりります。なるほど。サイドレイズっていうよりも何ですかね、これは、まあ、サイドも、まあ、リアもちょっと入ってくるかなっていう感覚ですね。後ろにこう後ろに行ってるので、はい、フロント部分は使わないレイズ系の種目ですね。これをまた20レップでやっていきます。20レップ、よし、はい、では3種目目ケーブルバンザイ、はい、いきます。でかくなったと思いません？成長したと思いません？方思わない、はい、力自体は弱くなりましたね。そうですね、力は弱くなってますね。あ、でもこう鏡を見ると自分としてもまあ、あ、大きくなったなって気はします。いう感じはしますよね。だから3年前に比べるとパワーダウンしてるけど、ちょっと見た目大きくなってるんですかね。そうですね、パワーは今落ちてますけど、まあ、サイズ的には、まあ、プレスが落ちてるっていうだけで、レイズとかちょっと重たいの持ったりもしてますけどね、はいはい、プレスが重たくないと嫌です。そうですね、レイズは結局気持ち次第でハンド使えるから重たくできますもんね、はい、なんかでもプレス重たいのできないとかっこ悪くないですか。タイム、イッツタイム、よしこれ何セットくらいでしょ。これ一応3セット予定です。でもこれ結構今のギリギリやったらな、はい、妥協しなかったですよ。もうちょっとね、15回ぐらいでくじけそうになりましたけど、妥協しなかったですからね。あともう一セットいきますよ。きつい、これはきついっすね。やり方は今みたいな感じでもうずっと動き止めずに、そう、止めずにいきます、はい、
まあ、人によっては結構なんかダンベルとかでも一回、うん、っていう感じの人もいますよね、はい、私は休まないタイプ。どうしてもダンベルで重量扱うと思ったら一回下で休まんと次上がらないかったりしますもんね。はい。ああもう来た、もう来ちゃった。しんどいふりしてるだろうって思うじゃないですか。いやこれしんどいですからね。これ結構しんどいですしんどい。ここからね行かなくなるんですよ。でもねちゃんとやっぱ回数決めた回数はやっぱやりきらないとね。ですね。でこの商品もねやっぱハンド使えるんで、回数いかなさそうやったらちょっと最後ハンド使いながら予定してた回数いかなくなるんですよね。はい。ですので3種目目のケーブルバンザイレイズ終了です。はい。で、リアの場合は、ワンハンドずついきます。片手でこうやって持った状態で、はい、手を、こっち側のセーフに巻き出せます。で、この状態で、はい、リアをしっかりスウェッチかけて上げていく。はいはいはい、っていう感じですね。これをまあリズムよくテンポよく20回っていう感じでやってみます。はい、で、ワンハンドやってるんで、右が20回終わったらそのまま休憩ですね。左20回、はい、で、それが終わって初めて1分の休憩、はいはい、っていう感じですね。わかりました。ケーブルリアレイズ、ケーブルワンハンドリアレイズ、はい、ケーブルリアレイズいきましょう。はい、ネクタイ邪魔なんですよね。ネクタイキュッと、はい、行きましょうか。あ、スーツっぽくなりました。あ、そうですね。あ、スーツっぽい、スーツっぽいですね。よし、ベスト、はい、これでいきましょう。はい、引っ張られる感じですね。すごい効きますね。ジムだと、うん、やってみていいと思いますね。ですよね。まあここはちょっとこのセーフティーのところに手を置けるから、はい、その体重預けやすいからちょっと結構やりやすくなりますけども、はい、まあまあこの手を置くところがなかったら別に、ね、まあまあ、できることはないと思うんです。こういう感じで、はい、十分できると思います。ダンベルでやって、うーんっていう方はちょっとこれでリアの感覚をつかむっていうのもいいと思います。そうですね。それで上手くなってからダンベルやるとダンベルのね良さがまた上がってくるかもしれないです。そうですね。ダンベルだったらどうしてもあのダンベルを動かそうとすると、うん、どうしてもなんか違うところで上げてあったりするんで。そうですね。まあ私ぐらい7年やってるとそういうことはないんですけど実際ジムで見てても、あ、タイム来ました。
これはいいです。よしですね、あと1セットいきましょうか。これあの私がいつも普段やってるライイングリアレイズっていうのをダンベルでやってる時は、はい、ここピンポイントで、はい、いたーっていう感覚があるんですけど、はい、同じ感覚があるんで、じゃあこれも結構サナマツさん的にはキック効く感じします。はい、すごい効きますこれ。その証拠にリア今出っ張ってきてると思うんですよ。リア使ったら僕すごい出っ張ってくるんですよ。肩でも、うん、すごいですね。出っ張ってますね。ボコって出っ張るんですよね、うん、よし。たまにはこういう時間を計ってもらいながらやるってタイム、タイム行っちゃう。負けるな俺、負けるな。マーカスルールはこんなんじゃ絶対妥協しないはずです。しないですね、マーカスルール好きですよね、はい、マーカスルールはもっとしんどいことしてるはずやって。しで今やった内容がダンベルショルダープレスで、スミスマシンのバックプレス、はい、でレイズ系が今やったのがケーブルの、サイドレイズ、バンザイレイズ、はい、とケーブルのワンハンドリアレイズ、はい、で基本的には、まあ、この4種目が僕の中でこのメニュー組み立てる時のこのベースになってて、はい、ある程度この4種目で終了することが多いですかね。なるほど。だからフロントレイズ系の種目やってないんやけれどもかもしれないですけど、フロントレイズに関しては、まあ、あのそうそうプレス系の種目を最初に持ってきてるので、それでおそらく、まあ、フロントは入ってるであろうっていう感じにして、はい、でレイズ系ではなるべくサイドとか、リアとかを狙ってやるような感じで、プレス系の種目でしっかりフロントとサイドもしっかり入れながら、はい、1セット目重量扱って、で2セット目はショートインターバルでしっかりパンプさせていって、はい、っていうような流れ。なるほどね。肩のおすすめの内容としてはこういう感じになります。はい、まあ、大体だからトレーニング時間としては1時間そう1時間かかるかかからないかぐらいですね。ちょうど1時間ぐらいかなって感じです。だから肩の内容としては一応これぐらいがまあまあ理想的な終わり方かなとは思います。はい、ね、今やってきてもう本当に肩パンパンになったんで、はい、あとはまあそのポイントはパンパンになったから、ね、もうちょっとやってさらにパンパンにしていこうっていう考えもあるけども、やってる最中にパンプが弱くなっていく可能性があるんですよね、はい、今がパンプのピークの状態だったとしたら、はい、これ以上やってもあまり変わらへんかったり、それ以上やってしまうと逆に時間が経ってパンプが下がってしまう可能性があるんで、そのタイミングで何ていうんですかね、パンプが下がる状態でもまだやり続けるっていうのはあんまり良くないと思うんですよね、はい、だからこうパンプがピークに達した時点でそこでちょうどそのタイミングで終わり時、はい、っていう感じの考え方ですかね。ここモンスタージャパンで集中してトレーニングすることは、ちょっと今日は真面目にやってしまいましたね。はい、まあ、本当にね、肩でかくなりたい人こういうメニューやっといたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、これが一番多分内容的にもオーソドックスになるんですかね、はい、やっぱりしっかりプレスやってから後半レイズを追い込むっていうのは流れ、はい、やっぱやってても、ね、基本に忠実にっていうのは本当に思いますね。そうですね、あんまりまあいろんなことやるんっていうよりも ね、うん、基本的なことはもうピチッとやってピチッと追い込んで終わると、はい、まあ、アジカさん実際こういうトレーニングをされてきて、そうですね、こういう内容にしてた時は一番肩が伸びた感じはあります、はい、だから毎回こういう内容かって言われたらそうじゃなくて、やっぱりダンベルショルダープレスで1セットで出し切れた時はもうそれで終わる時もあるし、はい、肩の後に他の種目他の部位をやる時は肩の種目をなるべく短くして他の部位も一緒にやることもあるので、なるほど、一概にこれしかやってませんとはなかなか言えませんけども、一番伸びた時っていうのはこの内容でしたね。はい、ということで皆さん参考になりましたでしょうか。ぜひやってみてください。それでは本日も、はい、ありがとうございました。はい。